選手が監督になるって効果があると思うんですね。ありますね、めちゃくちゃあります、ね、うん、だからもうライセンスは緩めてもいいのかなと思いますけどね、うんうん、それでだって雇用する側だってそれでダメだったらどんなレジェンドでも切ってるわけじゃないですか今まで、うん、ってなると免許は渡すけど、うん、ダメだったら雇用されないようで、そこで切磋琢磨が起きたら、うん、いい監督が自然と残りますもんね、うん、で最近取材しててすごい優秀だなと思ったのは福山の小山監督なんですね。あ、はい、もう思いました、はい、あので非常にあのチーム作りの音とか聞いててももうこんな風な若い世代の監督ってこんな風になってんだみたいな感じで、まあ、戦術的ピリオダイゼーションとか取り入れたりして、あのもう J リーグで見てみたいなって素直に思うんですけども、ライセンスを取れないんですよ小山さんみたいな若い人が。だからもうそれこそあのなんて言うんだろう、人材を日本サッカーが生かせてないなっていう印象で変えてほしいですけどね。小山さんに、まあ、木崎さんが、まあ、直接触れてあのなんかいいなと思った瞬間とか言葉とかありますか？あの試合見てるとあの結構同じような動きが出てくるんですね。はいはい、再現する。はい。で前こういう風に走ったら誰かが下がってくるとか、なんて言うんだろう、そういう連携がすごいいっぱいいいとこで、まあ、マンチェスターシティみたいな動きがいっぱい出てくるんですよ、うん、でどういう風に教えてるかって聞いたら、そういうパターンは一切教えてないんだけども、あの戦術的ピリオダイゼーションってルールを入れ子構造で主原則から準原則みたいに、あのいっぱい作っていくやり方らしいんですけど、そのすごい漠然としたっていうか大まかなルールを決めておくと、複雑な単純なルールなんですけど複雑な動きが出てくるんですよ、うん、だから原則がちゃんとあるからチームの待ち合わせ場所ができてる感じですよね、うん、でそれがあのなんていうんだ、普通はここに来たらこういうふうにしようみたいな、ある程度約束事として、箇条書きのルールとして教えると思うんですね。はい。こういう時はこうしよう、こういう時はこうしよう、こういう時はこうしようみたいな感じで、はい、箇条書きのルールじゃなくて、まあ、フラクタルっていう複雑系のとこから戦術的ピリオダイゼーションは言葉を取ってるみたいであれなんですけど、こういうルールがあったら、あのこのルールは、大きなルールとして、あとそれが起こるように、それに沿った上でまた細かいルールが枝分かれしてって、それをやると魚の群れみたいにいろんな魚の群れって魚同士がぶつからないようにしようとか同じ方向に進もうとか、うん、3つか4つのシンプルなルールで複雑な動きが再現できるんですね。ああそうだったんですか。でそれをサッカーでやろうっていうコンセプトなんですけども、でそういう理論はしてたんですけど、どうやって使ってるのかなと思ってたら見事にそれを使いこなしてるのが小山さん で、うん、で実際天皇杯でベスト6まで、昨年行ったんですよね。ベスト6ですか。ベスト8とか ややこしいんですけど、まあ、あのいろいろルール変更とかで J リーグ勢があの上からあの準決勝から来たんでややこしくて、ベスト6まであのベスト8じゃなくてベスト6だったんですけども、秋田とやったんですよ。秋田とやって負けちゃったんですけども、そこまで勝ち上がってきて準々決勝まで、はいはい、やっぱそうなんですね。県2部のチームがそこまで来たっていうことで話題になったんですけど、それで、どうやってやってるんだろうなと思って取材したら非常に面白かったっていう。その今言った、この主原則あって、準原則あって、で、こう枝分かれしてってみたいのって、うん、選手にピッチ上でそのルールを一個一個教えながら練習と試合の中で落とし込むのか、そのコーチングとかで。うんうんうん、そういう紙的なの渡したりとかしちゃってるのか、どっちなんですか？ミーティングでもやるし、最初は、そのルールをミックスした練習、要するにこれをやるんだっていうのがあのおのずとその練習やってるとそれが身につくっていうアプローチをしてたらしいんですけども、まあ、言葉で言うよりこの練習をやるとそれが身につくよみたいな。あ、やっぱ そうするとちょっとあまりにも時間かかって選手も混乱したんで、もっとダイレクトなアプローチにしたって言ってましたね。練習でそれが出るようにするだけじゃなくて、直接その映像を見せたりして言うってことですか？あ、映像も見せるし、もちろん言葉でミーティングでも伝えるし、さらに練習ではあのそれが暗黙的に選手の脳にアプローチできるようにやってると身につくよってあるじゃないですか、はい、で監督はその意図言わないんだけど、その練習すると身につくよっていう練習があると思うんですけども、はい、そういうのをあのやってたらやっぱ結構時間があって選手も混乱して練習試合でも負けて、うん、このやり方で大丈夫みたいになったから思い切ってもうこの練習はこれのルールを覚えるやつだよってもやって、そうしたらうまくいき始めたって言ってました。いやそれいやこの中で言うの恥ずかしいですけど、僕同じ流れでした。手話も
そこまで結果別に出してないですけど、僕もまた自分の中でそんなピリオダイゼーションとか全然学んでないですけど、やってて自分の中であるんですけど、これ言わねえと分かんないなっていうふうに肌感覚でなって、で実際に言うようにしたら分かったり、あと言わないでやらしてたら、これってなんかこうってこうじゃないですかって、この、まあ、ちょっと分かってない選手からの質問に答える時間で長くなったんですよ。でもう最初から言っといたら、このなんか謎の質問もなくなるなみたいな。もしかしたらヨーロッパだとその言わないで気づかせる方がいいのかもしれないですけど、日本はもうみんな賢いし、はい、勉強意識だから言った方がもしかしたらいいのかもしれないですね。いやそうなんだ。いや僕言っちゃってたんですけど、言っちゃってる自分がちょっと二流なのかなみたいな思ってたんですよ。本当はオシムさんみたいに言わないでやってたらとか。そうです、オシムさんのは美しいですよね。でもやっぱ代表だとさらに、まあ、森谷さんのさっきノーミルクさんと話したと思うんですけど、時間がないってカンボジアですごい感じましたね。その準備2日で試合とかだと、やっぱやれることってめちゃくちゃ限られてるから、多分代表監督に求められてるのは大事なことをいかにシンプルにやるかっていうところなのかなと思いますけど。そうですよね。だから僕今の日本代表見てて、その原則がないなっていうのがすごい切ないですよね。ノーミルクさんの時に良さは伝承があったって言ったじゃないですか。全体制からの伝承が森谷さんだから、はい、コーチだったから監督になって継続されてると。ただレオさんはいや何も継続されてないじゃないかって言ってるんですけど、はい、一つだけ確実に継承されたことがあるんですよ。はい、それは何かというと、選手を尊重して選手に戦術を決めさせるっていう。あ、そうですね、はい、確かに西野さんはそれで成功したわけですよ。一応グループステージは突破して、はい、いやいや、だいぶそれもだいぶ運ですけど、なんかこれ、うん、まあ、短期的にもうチーム積み上げない中で、はい、もう1ヶ月やんなきゃいけないっていう時に、選手たちに、まあ、西野さんははっきり選手たちに言ったんですよね、はい、俺はヨーロッパでプレーしてないし、ヨーロッパのサッカーは知らないと、で君たちの方が詳しいと、はい、まあ、君たちの意見を言ってくれって言って、ミーティングで意見を出させて、で最終的に戦術を決めていったわけですけども。で森保さんはそれをどう思ったのか分かんないですけど、踏襲してるわけですよね。選手に今戦術を決めさせてるっていうことは。それはあれ、飯尾さんが言ってました。それがすごいと思ったから、学んで取り入れたっていう。そこは伝承だと思うんですけど、まあ、違いは多分西野さんは短期決戦だからそのほころびは出なかったと思うんですけど。ああ、そうですね、まさしくそう。やっぱりこんだけ長くやるとそれはちょっときつくなってきてるのかなっていうのは、いろんな選手の、まあ、選手たちに直接聞いたわけじゃないですけど、第三者を挟んで代理人とか、うん、J クラブの関係者とかから聞くと、やっぱり戦術がないっていう風に言われちゃってるんですよね。やばい、今この15秒間ぐらいすげえ話聞けましたけどね。しっかり。いや、でもそこは、いや知ってましたけど、でもこう公にここまでちゃんとソースがある上で戦術がないって言ってるっていう話は、でも確信犯なとこもあると思うんですよ。森谷さんそこをあえて、なんていうか、介入しすぎない。介入するっていうのは自信もなきゃダメじゃないですか。だってヨーロッパで、優秀な監督とやってる選手がいっぱいいるわけですから。だからそこは、そのやり方を踏襲してる以上、まあ、ぶつかる壁でしょうし。で、さらにその決めさせてる選手がじゃあ誰なんだっていうので、その選手の限界がチームの限界になるわけじゃないですか。うん、そうですね。はい。チームリーダーが。まあ、それが多分、今の、みんなの不満が気づかれてない不満だと思いますね。その森保さんに今ここ先言ってるけど、実情はじゃあ誰か選手の何人かに託してるわけですよ。そうですね、マグネットの話が話題になりましたけども、そしたらその決めさせてる方が悪いに決まってるんですけども、任された方のその好みとか能力に依存したチームになるわけじゃないですか。そうですね、はい、それが露呈してると思います。本当まさに、もう僕もその通りだと思ってて、まあ、僕はそういう外側からのソースっていうのはもうめちゃくちゃ少ないですけど、結局それってマネジメント的にすごい、まあずる、まあ、悪い言葉使っちゃいますけど、ずる賢いなと思ってて、自分の意思でこっちに行くぞっていうふうにリーダーが言ってないから、リーダーに対してこっちじゃねえじゃねえかっていう批判が起きないっていう。お前らで決めろって言われると、言われた選手は信頼されてるって当然思いますし、自分らで決めた道だから、失敗した時に自分らに決めさせた監督が悪いってはなんないですよね。なるほど、はい、でもこれは実際僕が監督でも経験したんですよ。
こっちだってなって突き進む。でも、まあ、僕の場合は、まあ、プロを率いてるわけじゃないんで、まあ、みんなを楽しくっていうので、まあ、違う意見の子たちの意見も聞いたりとかしたら、まあ、勝てる試合は勝てますけど、やっぱり一つの集団として強いチームになれなかったんですよね。で、その時にもう僕、舵がっちり切って、もうこっちなんだと。こことこことここが違うから、これはやっちゃいけない。